聖書をお読みいたします。マタイの福音書の7章の7節、お読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。神様はですね、生きて働いておられます。で、皆さんが生きておられるように、神様も生きておられる存在です。そしてですね、当然何かというと、生きておられる方だから、私たちに、この応答してくださるわけですね。しかしですね、私たちは、罪人ですので、その罪の結果ですね、神様との関係が遮断されているということが起こっていますですね。で、しかしですね、神様は、ご自身の一人子であられるイエス・キリストを十字架につけられて、この罪の罰を負わせました、ね、その結果ですね、我々がイエス・キリストの十字架を信じるならば、罪が許されると、こういうことが起こってくるわけですね。ですから我々は十字架を信じることによって罪が許される。それとともに神との関係というのがですね、できるわけですね。で、その時にですね、この祈りというのは重要な意味合いもします。祈りを通して私たちはですね、神様に、いろんなことを求めたり、また祈りを通して神様から語りかけを受けたり、祈りを通してですね、私たちは多くの示しを受けたりします。ですから祈りというのは、この交わりの一つの大きなポイントであるというふうに思っておいてください。そしてですね、祈りという時にまず何がポイントになるかというと、求めるということです。これがポイントになります。で、これは人間が生まれた時も同じです。何がこうポイントになるかというと、求めるということですね。赤ちゃん見ればわかりますね。ミルクよこせとかね、おしぼり濡れたぞ早く来いとかね何やってんだとかね、そういうふうには言いませんが、要するにそういうことですよね。で、彼らの対応というのはですね、求めるということが一つ基本的なポイントとしてあるのがわかります。それとともにね、神様との関係でも求めるっていうのは基本的な事柄です。ですから我々が求めるっていうことはですね、非常にこの重要なこう意味合いがあるということをどうぞ覚えておいてください。そしてですね、こう祈りに主は聞いてくださるんですね。私がですね、最初まばし教会の伝道師としてですね、神学校からこう移動したんですね。そして、荷物を持って行ったんですが、神学校には机がね、寮には備えてあってもですね、教会にはないわけですね。ですから部屋だけもらったんですよね。そしてですね、牧師の働きっていうのは机とかなんか必要なんです。ですね。で、机がなかったので、これは机をどうしても、なくちゃまずいなと、こういうふうに思ったんですね。それでまず買おうかと思ったんですね。でも買おうかと思った時、お金が一つなかったってことと、もう一つはですね、こういう考えが来たんですよね。つまり私は神の会社にね、入ったようなものですね。で、会社に入ったら当然机っていうのは会社の側で用意してると、ね、自分で買うばかりないと、ね、これはもうじゃあ見心だなと思ったので、机をね、求めることにしたんですね。でも机って言ったらいろいろあるんですね。テーブルみたいなのもあれば、勉強机もありますが、私が一番使いやすかったのはスチールの、ああいう机でね、スチールの机が使いやすかった。だからね、祈りました。スチールの机を買わせて。それでね、上がね、ちょっとゴムみたいになってるやつが好きなの。でね、上がちょっとゴムみたいになってるやつ。これくださいと。それからね、個人的にはね、こう右側が小物入れになってるのが好きなの。だからね、右側が小物入れになってるのが好きなの。それからですね、カウンセリングをその時は主にしてたので、
今ねちょっと時間ないんですよね。でその時にファイルを使ってたんですね。ファイルってこの前ですね、そしてですね、下がファイルが入るようにね大きくなってるところ、こういうやつなんですね。それくださいと、それとともにねこうやってねこうやった時にねなんかグーグーって何とも言えない感覚のいいやつがあるんですね。それが好きなんですね。だからグーグー言うやつ、ね、ですからスティールのやつで上がゴミみたいになっていて右側がこのノイレで下がファイルが入るように大きくなっていてでグーグー言うやつこれくださいと購入したんですね。そうしましたらね、1,2 週間経って電話が来てたんですね。スケをね捨てるんですけどいりますかってね。で最初は私も祈り忘れてていりませんって言ったんですね。そしたら隣の人がこのね牧師夫人がもらっときなさいよとかなんか言ったのでもらうってことにしたんですね。そしたらですねその人朝早く来て7時頃教会の入り口の前にねスケを置いてたんで行ったらビニールがくっついたんで新品同様なんですよね。そしてね、上が、スティールのやつで上がゴムみたいになっていてこう右側が小物入れになっていてそしてファイルが入るように下のところが大きくなっていてでやったらグーグー言うさねで私の祈り通りなのがね、まあ1週間2週間で神様に届けられてみましたね。で皆さんね神様に来てあらゆるところなんです。具体的にですね。でその時にですね、十字架、私たちは罪人ですからね、十字架、罪の許し、この十字架を基本に対応していくっていうのは非常に重要な意味合いがあります。また祈りの中でですね、皆さんいろんな体験をされていくでしょうね。でその時にですね、十字架、これは大きな意味合いを持っているということを覚えておいてください。お祈りします。それではですね、皆さんの中で、神様をね信じたいという方がいらっしゃると思います。この神様を信じる祈りをしますのでね、その信じたいと思った方は私の後についてお祈りください。今ここにいらっしゃる方はね、協力していただいて私が祈ったらその後に祈ってください。また信じたいと思った方も、私の後について祈ってください。天のお父様、私はあなたを信じます。私はあなたを信じます。私は自分が罪人であることを認めます。私のすべての罪を許してください。イエス・キリストの十字架によってすべての罪が許されたことを信じます。私を神の子としてください。イエス様、私の心の中に入ってください。約束通り私を神の子としてくださったことをありがとうございます。イエス様が私の心の中に入ってくださったことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今祈られた方にはお勧めします。ご自分のですね、一人でね、ご自分の小さい頃から犯したと思う罪を神様に向かって告白してください。で悔い改めてください。それで忘れた罪も許してくださいって言って、で全ての罪は十字架によって許されたっていうことを宣言してください。それとともに日曜日にはですね、教会に行っていただきたいと思います。また、毎日、聖書一章以上読んで、で祈られることをお勧めします。これはデボーションと言いますね。またそういった類のことがあるもんですね、教会でいろいろ指導してくださいと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上です。